出産おめでとう。地元から帰ってやっと帰ってきたんだって。アスカありがとう。無事に里帰り出産が終わって帰ってきたよ。メーたらなかなか帰ってこないんだもん。そのまま地元に住んじゃうのかと思ったじゃない。さすがにそれはないよ。産後の体調が予想以上に悪くてさ、念のため大事をとって地元で過ごしてたんだよね。そうだったんだ。でもようやく帰ってきて旦那のヤマトさんも喜んでるんじゃない。ようやく家族水いらずじゃん。家族水いらずか。あれ、何かあった？実はさ、地元から帰ってきてから家の中が何かおかしいんだよね。え、おかしいって？私のシャンプーとか化粧水がなくなってるの。代わりに私が使ったことがないメーカーのものがあるんだ。へえ、それくらいでおかしいの？メイったら神経質すぎない？そうかもしれないんだけど、男の人が選びそうなメーカーじゃないんだよね。旦那のヤマトが買ったとは思えなくて。へえ。他にもね、キッチン用品の置き場所が変わってたりするの。私のクローゼットも開けられた感じだし、まるで誰かが私の代わりに住んでた感じ。直感的に女性だと思うんだよね。何その推理力。メイ、育休明けたら探偵事務所に転職した方がいいよ。近所にはお母さんが住んでるし、もしかしたらお母さんかなとは思うんだけど。ああ、黙って家に入ってくるタイプの姑。いるよね、そういう無神経な姑。でもお母さんってそんなことするタイプの人じゃないんだよ。私にもすごく優しいし、私が地元にいても家に上がるときは連絡くれると思うんだ。そうなんだ。里帰り中も何度か遊びに来てくれたんだよね。その時も家のことなんて一言も言ってなかったし、やっぱりお母さんだとは考えられないんだよね。じゃあ誰がお家にいたと思うの？思い当たる人はいる？実はさ、女物のネックレスが落ちてたんだよね。え？ヤマトと私の寝室に落ちてたの。どんなネックレスだったの？ゴールドのシンプルなネックレスなんだけど、明らかに女性用だと思うの。ヤマト、もしかしたら女の人を連れ込んでいたのかも。ちょっと待って、そのネックレスってもしかしてイニシャルモチーフのものだったりする？よくわかったね。モチーフ部分がアルファベットの A なんだ。やっぱり。よかった、そこにあったんだ。なくしたと思ったけど、そっか、そこにあったのね。え？ねえ、今度取りに行くからそれまで持っててくれない？近いうち必ず取りに行くから。え、ちょっと待って、このネックレスアスカのなの？そう、私のネックレスなの。婚約者からもらった大事なネックレスでさ、なくしたと思ってて、ここのところずっと探してたんだよね。アスカのネックレス。でもメイの家にあって本当によかった。内心も諦めてたんだよね。ねえ、おかしいじゃない。どうしてアスカのネックレスがうちにあるわけ？私が地元に帰ってる間に遊びに来たの？遊びにっていうか、しばらく泊まってたり。え？実はシャンプーやキッチン変えたのも私なんだよね。ごめんね、好き勝手いろいろしちゃって。まさかそんな細かく見られてるとは思わなかったよ。どういうこと？泊まってたって何よ？なんで私がいない家にアスカが泊まりに来るわけ？ヤマトさんが泊まりに来てもいいって言ってくれたんだもん。だからメイが地元にいる間限定で泊まってたの。ヤマトが？それって二人は浮気してたってこと？ねえ、そういうことなの？ごめんね。でもお互いに遊びだったの。メイが地元にいる間だけっていう期間限定のお付き合いだったし、もうヤマトさんには会わないから安心してね。私が命張って出産してる時に友達と旦那が浮気？嘘でしょ。だからもう別れたってば。寂しそうなヤマトさんを慰めてただけなのよ。メイが帰ってきたからもうとっくに別れたよ。ふざけないで、ひどいよ。友達だと思ってたのに。何言ってるの、友達だからでしょ。はぁ？ヤマトさんが知らない人と浮気するより知ってる人と浮気された方が良くない？いや、何言ってるの。私はメイの代わりに寂しがってるヤマトさんのお世話をしてあげたの。
友達だからこそヤマトさんと付き合ってあげたんだよ。ごめん、全然意味がわからないんだけど。理由はどうであれ浮気は浮気よ。私アスカもヤマトも許さないから。友達なのに。ヤマトとは離婚するし、二人には慰謝料を請求します。離婚するの？子供生まれたばっかりじゃん。誰のせいでそうなると思ってるのよ。アスカなんてもう友達じゃない。責任はしっかり取ってもらうからね。責任って慰謝料のことだよね。悪いけど私は絶対に払わないからね。何言ってるの？アスカは私の旦那と浮気したのよ。だって私お金ないもん。請求するならヤマトさんに私の分も追加してよね。はあ？私婚約者との結婚が控えてるの。結婚資金で慰謝料なんて支払う余裕ないんだよね。友達の家庭を壊したんだよ。それについて申し訳なさはないの？責任取ろうって思わないわけ？だってもう友達じゃないんでしょ。友達じゃないなら責任なんて取りません。何よそれ。冷静に考えてよ。仮に私に慰謝料請求してもちょっとのお金しかもらえないと思うよ。私そんなに貯金もないし。だったらヤマトさんに上乗せして請求した方がお得だと思うな。お得？どうしてそうなるのよ。だってヤマトさんのお母さんって資産家なんでしょ。お金持ちの義実家からいくらでもお金引き出せるじゃん。私は義実家に責任を取ってもらいたいんじゃないの。アスカとヤマトに責任を取ってほしいのよ。責任よりどれだけお金もらえるかの方が大事だって。とにかく私は慰謝料なんて支払える余裕はないから。慰謝料請求しても無駄だからね。よくそんな態度取れるわね。私がアスカの婚約者にこのことを暴露すると思わないの？そんなことする時間があれば地元に帰ったら。ヤマトさんと離婚するんでしょ。シングルマザーの準備早くしなよ。なんですって？じゃあね。もう友達じゃないって言われたから LINE もブロックするね。ちょっとどうしてくれるのよ。あんたのせいで私の結婚がなくなったじゃない。この責任どう取ってくれるわけ？どちら様ですか？私の LINE は友達しか知らないはずですが。私よ、アスカよ。せっかく LINE してあげたのに何なのよその態度は。そっちこそその態度は何のつもり？もう友達じゃないんでしょ。 LINE もブロックしてたくせに。あんたが私の結婚をぶち壊したから文句を言いに来たのよ。そのためにわざわざブロック解除してあげたんだから。それなら見当違いです。アスカの結婚が破談になったのは私が原因じゃないからね。お引き取りお願いします。はあ？婚約者の実家に私とあんたの旦那とのこと暴露したんでしょ。そのせいで私は結婚が破談になったのよ。暴露したのは私じゃなくてお母さんよ。え？アスカの婚約者さんの実家って有名な家元なんだってね。資産家であるお母さんと古くからの知り合いらしいのよ。そうなの？友達の息子の結婚相手がね、自分の息子の浮気相手だなんて驚いちゃうよね。そんなことってある？嘘でしょ。世間って狭いよね。お母さんってとっても優しい人だからさ、友達まで不幸になっちゃいけないと思ってアスカのこと伝えたんだってさ。そんな。お母さん自体にいろいろ聞いたよ。もう結納済みだったんだって。そこで婚約破談って結構大変だね。婚約者の方への慰謝料も頑張ってね。どうして私が慰謝料を払うのよ。あんたの姑のせいで結婚が破談になったのよ。あんたの姑が払いなさいよ。むちゃくちゃすぎるでしょ。自分が婚約期間中に浮気なんてするから破談になったのに。うるさい。私たちは最初から遊びで期間限定って決めてたのに。もう別れたんだから暴露する必要ないじゃない。そうだね。結納済みで安心しきってた婚約期間中限定の浮気だったんだよね。結婚前の最後の日遊び楽しかった？そのせいで全部失うなんて思わなかった？自分が離婚するからって私の結婚までぶち壊さなくてもいいじゃない。
本当にムカつく。あーそうそう、私たちついに離婚が成立したの。ヤマトが離婚だけは許してくれって泣いて大変だったわ。全部自業自得なのにね。じゃあ私がヤマトさんと結婚する。はあ、何よ、離婚したんだからヤマトさんが誰と結婚しようが自由でしょ。浮気者同士離婚するんだ、お似合いだと思うよ。これで私は資産家長男の嫁よ。私の慰謝料も全部ヤマトさんたちに支払ってもらうんだから。違う違う、絶縁息子の嫁の間違いでしょ。え、お母さん、今回の件でヤマトと絶縁したんだよ。それで私の地元についてきてくれることになったから。え、絶縁？しかもあんたの地元？なんで？お母さん、ちょうど田舎に隠居しようか考えてたんですって。だから二人で私の地元に帰るの。何よそれ。ヤマトさんは？ヤマトさんは置いていくの？絶縁するんだもん、当たり前じゃん。もちろんお母さんはヤマトの慰謝料もアスカの慰謝料も肩代わりするつもりはないみたいよ。そんな。私も離婚が成立したらこれから正式にアスカに慰謝料請求するわね。二人で頑張って支払ってちょうだい。二人？え、だって結婚するんでしょ。二人で支え合って私とアスカの元婚約者さんへの慰謝料払ってよ。無理だよ、私本当にそんなに貯金ないし。当てにしていたお母さんがいなくなって大変だね。まあ元から当てにするなって話だけれども。うるさい、あんたのせいでめちゃくちゃよ。友達にこんな仕打ち絶対に許さないんだから。あれ、もう友達じゃないんじゃなかった？めちゃくちゃになったのは私もだからね。それじゃあさようなら。お母さんは私の地元のマンションを買い上げ、今は悠々自適に隠居生活を送っています。ヤマトには子供への面会権も与えていませんが、お母さんには何も制限をつけていないので、連日遊びに来ては孫をこれでもかと甘やかしています。ヤマトとアスカはその後結婚することはなかったようですが、それぞれ慰謝料支払いのために朝から晩まで働いているようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。